サムスペードは、ダシール・ハメットの長編小説、マルタの鷹と3つの短編に登場する架空の私立探偵。レーモンド・チャンドラーのフィリップ・マーローと並んで、ハードボイルド派探偵の代表的キャラクターに挙げられる。ダシール・ハメットは、小説、マルタの鷹で初めて、サムスペードを登場させた。同作中では、身長は6フィート以上あり、体重185ポンド。 胸の厚さと肩幅が同じくらいで逆円錐形の体格、灰色の目と濃い眉、尖った顎が三つの部位の字を描き、金髪の悪魔を思わせる様子、と描写されている。特に名前の発表と明確な要望の表現は小説一ページ目の書き出しになっており、これはハメットのそれまでの作品で主人公を務めたコンチネンタルオップが本名や顔立ちがあえて伏せられていたキャラクターであった。 こととは対照的である。サンフランシスコでマイルズ・アーチャーという相棒とスペードアーチャーという探偵事務所を構えていたが、マルタの高でアーチャーは殺害され、サムスペードと看板を書き換えさせている。なお、アーチャーのことはサム・オブ・エイだったと当時の出版倫理では活字化不可能だった、非語で表している。アーチャーの妻とは不義の関係にあり、そのため警察にも アーチャーの殺害容疑をかけられた。秘書のエフィペリンにもしばしば焼きちを焼かれているという描写がある。ハメットはスペードについて次のように述べている。作者、ハメットの本名、サミュエルの愛称となるサムが与えられている点も上記の夢の表現の一部であろう。1941年公開の映画でスペードを演じたハンフリー・ボガートで演じたハンフリー・ボガートが 最も有名であり、彼は新たなハードボイルド探偵という分野を確立するためのイメージ作りに大きく貢献した。アメリカンフィルムインスティチュートが企画した AFI アメリカ映画100年シリーズのアメリカ映画の名セリフベスト100では、彼のザスタッフザ f f That Dreams a というエンディングでの有名なセリフは14位にランク入りしている。ありがとうございます。